はハムマンのままだぞ。ヨークタン姉さんのことも忘れたし、別にあんたに何か言われなくても大丈夫。本当にハムマンのためにしたいことでもあったら、なんでもないわよ。どこを見ているの、この変態。何、不可抗力？そんなのハムマンが信じるとでも思うの？ちゃんと自己紹介をしたかったのに。今のは覚えたぞ。別にあんたがいつ戻ってきてもハムマンは気にしないのだ。なんでさっきからずっとハムマンを見ているのよ。もしかして指揮官が本当に変態？ん？兵装を検査しているだけ？信じないわよ。バカ指揮官、本当にずっとこのまま終わるまで仕事し続ける気？なんでもないわよ。自分のことでもやるといいのだ。新兵装の適用。もちろん大丈夫だぞ。この程度のことでハムマンを心配しなくてもいいわ。これでイロハにあんなことやこんなこと。待って、ヨークタン姉さん、ハムマンはイロハと仲良くなりたいだけなんだってば。急にハムマンに触るんじゃないのだ。びっくりしたじゃない。変態スケベ。今のはヨークタン姉さんにも、ヨークタン姉さんがあんたを怒らなくても、ハムマンにはまだ手があるのだ。なんで母校で頭をなでなでされるぐらいで喜ぶ子がいるのかずっとわからなかったのだ。別に触ってほしいなんて意味じゃないわよ。バカ指揮官、まだ終わっていない任務があるのを忘れているぞ。ちょっと、まだ受け取っていないものがあるぞ。任務報酬だ、このバカ。指揮官、メールはハムマンが持ってきてあげたんだぞ。なんで指揮官はまだ戻ってきていないのだ？いきなり音を立てずに入ってくるな。委託から戻ってきた仲間たちを出迎えてきて。早く戻ってくるのだぞ。ダメって言うわけないよ。新しい力を手にしたハムマンを見るのだ。勝った。なによ、別にあんたが褒めても浮かれないぞ。これじゃあ指揮官に説教されちゃう。別に何も言っていないぞ。ハムマンを侮るな！いやよ、こんなの。ハムマンはもうあんたのことなんて知らないぞ。ヨークタン姉さんがあんたのことを信頼しても、ハムマンが簡単に手のひらを返すとは思わないことなのだ。
これからもダメなところを良くしていくって？とにかく、いつも見張っているのだぞ！どうして急にじーっと見つめてるのかって？別にいいでしょ？それとも、ハムマンがストーカーだとでも？ハムマンがちゃんと見張ってやらないと、変なことをしでかさないか心配なのだ！よくやっていることに免じて、ハムマンがありがたーく褒めてやるぞ！だからって、ハムマンが完全にあんたを認めたとは思えないことなのだ！指揮官のバカは、ハムマンが見張っていなければ、すぐよその子に目移りして。急にどうしたの？いきなり近いし、見つめすぎよ！言いたいことをもう吐かれたから！もう、全然そういう雰囲気じゃなかったじゃない。何も言わないで、ギューってするだけだぞ！あと顔も見るな！笑うな！せっかくハムマンが勇気を出して、好きな人の胸の中で素直になってやろうと思ったから。寂しがっているのを心配したから、海辺に行く約束をしたのだぞ。別に深い意味を。待って、何するの？やめるのだ！ハムマンにお出かけしようと言ってきたのは指揮官なのに、どうしてハムマンより遅いのよ！いつまで見ている気なのだ？ハムマンの水着姿が、そんなにいいの？どうして変態って言わないのかって？何よ！ハムマンのことをからかっているの？ビーチバレー？ハムマンはパス。何よ。そんなにやりたいなら行けばいいでしょ！ハムマンは気にしないぞ！ドリンクの差し入れ？ハムマンをおだてても何も。ありがとう。待て、シムズ！ハムマンは別に指揮官とデートしてないわよ！バカ指揮官も何か言ってよ！今のはわざと？変態！ドスケベ！ハムマンは絶対に許さないんだから！疲れたなら別にここを貸してあげても。隣に座っていいとは言ってないのだ！バカ！もういいわよ。
がもう待ちくたび。なんでもないわよ。別にあんたが来なくても平気なのだ。どうせハムマンはいつも愛想が悪いから、嫌なら別に。いや、わかった、わかったわよ。指揮官が心を変えるような人じゃないのがわかった。もう指揮、指揮官を邪魔するのは良くないし、それに指揮官が真面目に仕事を頑張っている顔もかっこいいよ。なんでもないのだ。並走のテスト？わかった、行けばいいでしょ。今のは違う。指揮官のせいだ。一体何なの？変態。おい、バカ指揮官。お茶の入れ方がわからないから、すっきりした感じのジュースを。喉が渇いているなら、早く飲んでよ。指揮官って、たまには気を使ってくれるじゃない。